はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、ちょっと砂漠の方に、行くところなんですけれども、もう一個行きたいところがあって、バッツの故郷ですね。バッツの故郷の村へ行きたいと思います。確かこっちの方、ここは最初の町で、これはクリスタルが破壊されるたびに石が1個なくなるっていう、あと土のクリスタルだけで、ここら辺じゃなかったっけ。あったここ。まあ、一応イベントはちょっと見ていきましょう。リックスの村、バッツ帰ってきた。え、この子何歳ってか、バッツ旅立ってから何年経ってんの。宿屋、ちょっと待って、今減ってんな。せっかくだ、泊まってってやろう。ただでいいぜ、休んできな。やったーってめっちゃダッシュしてる。現金なやつだと言ってイベントが始まります。墓は一つだけ。バッツどうした。ファリス、ステラここに眠る。おふくろ、この村で生まれた。幼い頃おふくろは死んだ。その後親父に連れられて長い旅に出た。3年前親父も病気で死んだ。旅に出て3年前ってことはもっと旅してるってことだよね。どうやって旅立ってったんだろう、この山に囲まれたところから。おふくろと一緒に埋めてくれ。親父は強かった。その頃から魔物って出てたの。みんなが心配するときはみんな寝てんじゃん。大丈夫だよ、別に。で、上がなんかあるけど、何屋さんこれ。もともと道具屋か何かかな。で、魔法も振ってんだ。ちょっと見てみましょう。まあ、魔法は、おこんなところで S なしかない。しかも持ってるし、金がねえんだ。そういえば買いすぎて金欠状態。バッツ長い旅だった。ゆっくりしていくがよい。すぐ出てくけどね。ちょっと大人になった。親父さんは病で、え、そうか、出てった頃は親父も一緒だったのか。親父が死んだこと自体知らないのか。バッツの家勝手に住むんじゃねえよ。以前住んでいた方ですかって。ひどいな。家賃払え。ベッドが1個しかない。ここで3人寝てんのかな。まあドルガンは旅に出てるから、家に帰ってきた時は床で寝てろ。本当は行くんでしょ、旅へ。悪い人を見張りに行く、父さんの役目。旅のことは母さんには内緒。さあもう寝よう、お前も休め。倒れた。ステラ、金融指示に話す。良いメロディーですね。おかげで良い歌が浮かびました。誘惑の歌。今のでなんで誘惑なの。まあ、別にいいけどね。そういう詩が浮かんだってことだから。金融指示で、あと、あ、武器防具屋とか全部揃ってんじゃん。今金融指示が住んでいる。だから別に住んでもいいけどさ、ただかよっていう。全部一式揃ってる。完全居抜きだよね。で、こいつはバッツの友達かな。かくれんぼ中。これどうやって登ったんだ、ここに。そもそも
っとここにいるのもさ暇だよね。かくれんぼでさ同じとこにずっといられるのってどれくらい？なんか見つけられなかったらなんかもうすぐ出てきちゃいそうなんだけど。ここの家の住人はいなかったのかな。これで高所恐怖症になった。で売ってんのはエーテルが売ってんじゃん。テントとか俺1個しか持ってないんだっけ。3つくらいは持っとこう。ちょっとエーテルが欲しいな。750円か。これいくら引きになってんの。エーテルって持っとくっけ。完全に399円とか。貧乏人になり下がった。何も買えねえよ。げっ術が売ってんじゃん。水筒1個かと。手裏剣区内魔法剣 OK。 素早さがあんのか。ここは忍者とか。ああそうだね、忍びの衣が足んねえんだよ。忍者って多分今慣れるよね。なんか前回慣れねえみたいなこと言ったけど、どっかにいない。慣れねえ。まだまだか。あどこで手に入るんだっけ。まあいっか。あ忍者いたいたいた。これかガラフ。わかりざ侍みてえだな忍者。術は結構コスパがいいからね。雷神の術とかカトンの術とか。でも投げるとき魔力に依存するんで、魔力を高めに保っておきたい。ということで、バッツの村はこれにて終了。砂漠へ向かいましょう。あと真ん中にね、世界地図的になんかポツンとあるんだけど、まあ、見るだけ見ておきますか。ここには神殿があります。ただ入れません。完全に山に囲まれてるんで。じゃあ降りて、今どういう状況だ。カラフがだからなんでシーフなんだっけ。もう分かんねえな。だったら普通に忍者でよくないかって思うんだけど。バッツ忍者にしてもいいよな。カリウドにしとく。ちょっと悩みどころだな。カラフがいまいち立ち位置が分かんない。で戦う。まあ盗むはでもガラフ覚えさせておくか。素手で硬そうなやつを殴ってる。あ老化した。倒した。亀の甲羅。じゃあとりあえず砂漠へ行きましょう。龍砂の砂漠。敵が出てきた。逃走した。なんなん。殴れ殴れ。400はいかないけど400近いか。ミス。魔法剣士そう考えると、まあ、両手持ちだからか。じゃあ格闘強いってことだね。まあ、盾とか装備できないけど。お2ポイント持ってる。いけない。ダメか。待て諦めるのは早い。橋を作ればいい。ちょっと危険な方法。鈴を使って砂漠に住むサンドウォームを呼び寄せる。それとお兄ちゃんたちがやっつける。橋の完成。簡単な話だ。サンドウォームを呼び寄せる。よいよい、オッケー。まとめて魔法をかけると大変なことになる。こいつこのために殺されるのか。サンドウォームかわいそすぎる。橋のために。ただ魔物には変わりない。でちょっと待って、ね、とりあえずやることとしては出てきた。ちょっと待ってね。青魔法でアクアブレスでなんか大丈夫だった気がする。盗めんのこれ。穴とか4186。超強いんだけど。瞬殺した。ダッシュを取得。盗むが欲しいんだよね。盗むが。やったこれで中に入れる。
シドミド、俺たちが行ってる間森に置いてきた黒チョコボの面倒見てくれないか。気をつけてな。黒チョコボずっと待ってんのかな。すごいな。で、どこへ流されればいい。こっちの方でいいや。適当に。デザートキラー、アクアブレスのちょっと消耗が半端ない。ちょっと38とかそんな使うんだ。うお、すげえ火力が半端ない。ただこいつらに使うのもったいないな。デザートキラーごとき、シーフだったらやっぱり早いね。こいつの攻撃もうない。シーブはダイヤモンドダスト、これは氷だからね。あくまでも氷の杖でも装備させた方がよかったかな。どこへ向かえばいいんだ。あ、出た。ボム、ダイヤモンドダスト、もったいねえ。280ポーション、ちょっと何を使っていこうか。10 12 11、ラムでいきたいけど、多分光槌のロッドないよね。金が欲しいな。金がっていうかさ、レベル18か、レベル20で、ちょっとレベル5デスを覚えたいんだ。レベル20になったら誰か殺そう。それで止めとこう。ファリスだな。まだ2レベル猶予がある。滅びの町ゴーン、滅びの町。タイクーン追っていこう。これ確か何回か出るポイントがあって、それ3箇所くらいやればよかった気がするんだけど。どこだ、順番とかあるんだっけ。めっちゃ動いてるけど。あ、いた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 。まだいない。開いた。お父様、お父さん。この落とし穴って何、もともとあったの。何メートル落ちたんだこれ。怪我一つない。ファリス、やっぱり姉さん言えなかった。こんなところで。ここは変なところ。ガラフはいなくなった。落ちる途中ではぐれた。ただではくたばらないじいさん、先を急ごう。これ声は聞こえないのかな。てかバッツたちの声が聞こえてるってことはガラフの声も聞こえるよね。叫べば。これ出てきたんだよマジで。でちょっと待って、アビリティガラフ、まだ盗むは覚えてないよね。ちょっと盗む覚えるまでだな。これワープ装置か。なんだこりゃ。デビルロードみたいな感じかな。FF4 の。デビルロードは生命力が必要だからね。このワープしてるときって。自身の体はどうなってんだろう。危ない。
っちゃでっけえ走ってんだけど、これ下ってどうなってんの。めっちゃ画面揺れてるし。一方その頃、ちゃんと元の森に戻したんだろう。こいつらさ、どうやって帰んの。何も考えてねえな。危なかった。ワープ装置長い間使ってなかったから壊れた。むしろよく動いたよな。ここら辺でも動いてるよね、歯車。何を動力にしてんだろう。カタパルト居住区スイッチ。これも意味がわからん。なんであそこに穴が開くの。開いた。下も行けるっちゃ行けるね。あ、ここで寝れんのか。寝よう。この使われてなかったベッドで寝るとか何の躊躇もなく汚そう。埃とかで。ここは敵は出ないかな。本とかあんのかな。読めない。スイッチがある。ゴー、ダメだ。刻み文字、花壇を調べろ。めんどくさいな。眠らない。花壇のこれメモがある。右の部屋の便箋を。あ、そんなんだったな。確かにアホが見る。まあまあ。2枚目が壺を調べろ。壺ってどこ。ここ。ここじゃねえし。隣の部屋が。カエル。ほう。このカエルマジ何なの。ずっとここにいたの。下6左4物を引っ張れ。12345。これじゃねえか。結局手裏剣、手裏剣ミニマム。ミニマムとか使わなきゃダメ。エリクサー9個も持ってんの。いつの間に。ミニマムってなんだ。その白魔法なのか時魔法なのかちょっとわかんねえ。先へ進んでいこう。でセーブポイントがあるけど、さっき寝たからね。別に。あれ、ここは火力船。奥にある船は一体なんで繋がってんの。船にプロペラ落ちてきた。シード見と。ここはどうやってここに。黒チョコボで三日月島に帰ってきた。そしたら穴に落ちた。だから火力船がある。古代人の作った設備、プロペラ船。じいちゃんはいなくなった。追っていこう。カタパルト船内。これはすごい。シート、話はあと。ここをこうすれば。やった。出発。てかシドすごいな。全く古代の文明のやつを一発で見破った。すごい。シド、これは引く手。古い本で読んだことがある。本当にあったとは。なんだ、飛空艇が引っ張られている。魔物が船底に取り付いている。テールスクリュー。これなんかさ、瀕死とか。瀕死になった。魔法バリアが張られた。盗めるかな。ちょっとサンゴの剣いらん。一回ライブラしよう。
レベル43、高えな。ヒット2000、雷に弱い。なるほど。その前に、痛い、死んだ、ひどい。コンボ食らった。レイズは、魔法バリア何回貼ってんだ、こいつ。ハイポーション使っちゃおう。ではではでは、ラム。さばき、ルカ口。ポティ食ったんだろ。魔法剣貼ってる間だったらさ、なんかダメージ当てた方が良さそうじゃね。普通に。944。勝負はそこで決めよう。で、強っあれサンゴの剣ってさ、イカズチの効果あんの？イカズチ属性を持っているか。全然効果見てないかな。氷の弓矢。よっしゃ。ここで戦っててよく飛空艇ぶっ壊れないよな。とりあえず一旦格納庫へ帰る。破損は大したことなかった。火力船のパーツで間に合わせた。令和危機が来た。ここに残って土のクリスタルの在りかを調べる。大空はお前たちのもの。旅立つんじゃ。どこへ。邪悪な暗黒魔導士 X です。その復活を阻止するために残るは土のクリスタル。よし行くぞ。てか大空って言ってもさ、別にさっきの黒チョコでもことは足りるけど、まあ、黒チョコボは森にしか降りられないからね。でどこ行けばいい。ここ大勲城でしょ。目新しいとこ別にないよね。でちょっとカルナックへ寄ろう。あのイカズチのロッドも欲しい。さすがにイカズチのロッドを買う金はあるでしょう。あれなんかいる。こいつなんだ。ミスリルスピア来ない。え竜騎士用か。でイカズチのロッド1個だけ買おう。ほんとは投げるようにもう1個欲しいんだけどな。ニコニコニコか。あと1個ずつ投げられるとこ。でレナをちょっとイカズチのロッドにしてラムで行くか。基本マジで金が枯渇している。寝よう。どっかタダで寝れるとこないかな。20ギル、20ギルくらいだったら大したことねえな。大臣とかずっとここで寝てんのか。宿屋儲かりまっかだな。でもこのお金って税金から出てんでしょ。どうせさてと、じゃあちょっと見れるとこサクサクサクっと見て。だってここは関係ないでしょ。やっぱりさっきのとこに戻んないと。ピラミッドがある。あ、近づいたら勝手にイベントが始まった。あれは街が。砂がすごい。街がなくなってしまった。とりあえずシドに相談しよう。やっぱり大したことしてないな。なんかでここに戻る。大活躍だな、シドとミド。分かっている。遺跡が浮上するのを望遠鏡で見た。土のクリスタルは空飛ぶ遺跡の中。土のクリスタルの力で街を浮かせていた。土のクリスタルが砕け散るのに気づき停止した。急がなくては。誰かが機械を動かした。お父様。そんなわけない。どうすれば上空に上がれる。これがあればアダマンタイト。飛空艇を強化すればもっと高く飛べる。知っている。乗ってきた隕石、そこで見た覚えがある。
記憶は完全に戻ってないんだ。アダマンタイトのことは思い出した。とにかく行ってみよう。心で準備している。アダマンタイトを持ってきてください。まあ、ボスはアビリティポイントばっかりだからね。レベルを上げてさ、早くレベル20にしたいんだけど。で、最初の隕石地帯だから、ここがあれ、この洞窟はあれ、最初のとこで、ここか、こういう後ろから入れるって降りれねえし、そもそも。タイクーンの隕石、スイッチがあるのか。てか隕石で来るって、この隕石どうなってんの。ん、こっちか、これじゃ。なんという記憶力、アダマンタイト。邪悪な気配、何かいる。こいつどこにいたの。ガラフなくて大丈夫だったのかよ、来るとき。痛い。250、ギャー、2回攻撃306とか結構食らうな。で、ちょっと待って、これさ、サンダガじゃなくてこのまま使える。氷のロット、ブリザガ、じゃあ盗めるかな。か全然盗んでないけど、1520で氷のロットは砕けちゃった。プロテスドリンクか、いらんな。ブリザだ、てか攻撃にするか。324倒した。やっぱロット砕くのが早いよね、弱点ついて。弱点これでよかったの。そんなもん、なんとなく氷だった気がするっていうだけだから。で、青魔導士はあと1か。ラーニング覚えたらちょっともう他のものにしようかな。で、ラーニングは別にさ、ピンポイントで覚えたいところだけに装備させればいいからね。ランニング覚えてるし、あれ次何覚えたっけ。まあいいや。で、氷のロットはもう砕け散ってしまったから、もう一本補充したいとこだけど、まあ一緒。とりあえず持ってこう。大忙しだな。アダマンタイト、ベッドの部屋で休んでね。こいつ全部これ無償でやってんだよね、ボランティア。めっちゃ高速で。宮廷が出来上がる夢を見た。できた。早い。決定ボタンを押したらさらに上矢印、空飛ぶ町まで行ける。そう簡単にはいかない。砲台を全て破壊しなければいけない。砲台はとても強力。ひとひねり。じゃあここで、ちょっと待ってね、これで上がる降りる。あ、そうだね、上下、下っていけんの。え一応船になるんだ。誰か説明したそれ万能だな。
というところで、じゃあ飛空艇を手に入れて、次回遺跡の方ですね、入っていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。